アレクサンドル・ミハイロビチ・リャプノフは、ロシアの数学者、物理学者、天文学者、ミハイル・リャプノフの息子であり、ピアニスト兼作曲家、セルゲイ・リャプノフの弟である。力学系での安定性理論を生み出したことで知られる。ほか、数理物理学や確率論への多大な貢献でも知られている。日本では、リアプノフと書く場合もあり、特に数学用語では、 こちらの表記が使われている。リャプノフは、帝政ロシア時代に、ヤロスラブリで生まれた。彼の父ミハイル・ワシレービッチ・リャプノフは、デミド・フリセウムに勤務していた、天文学者。兄のセルゲイ・リャプノフは、才能ある、作曲家であり、ピアニストだった。1863年、父リャプノフは、科学者職を引退し、妻の故郷シンビルスク州のボロボノフへと一家で、引っ越した。 1868年に父親が死去してからは、叔父の RM セチェノフに教育を施された。叔父の家では、遠い十枚であるナターリア・ラファイロブナと学ぶが、1886年に彼女を妻としている。1870年、リャプノフの母親は、息子と共に、ニジニノブゴロドに移り、そこで、ギムナジウムの第三学年に進む。 1876年、卓越した成績でギムナジウムを卒業した。1876年、サンクトペテルブルク大学の数理物理学科に入学するが、1ヶ月後に数学科に転籍する。当時のサンクトペテルブルク大学の数学科の教授には、パフヌティ・チビシェフやその弟子、アレクサンドル・コルキン、イエゴール・ゾロタレフがいた。自身の最初の科学論文は、 力学教授 DK ボビーレフの指導下で執筆している。1880年に流体生理力学の業績で金賞を受賞。これは最初の発行論文である一定形状の容器内の重液中における重物体の平行と静水圧のポテンシャルについての元となっている。リャプノフは1880年に大学の課程を修了した。その2年前に 同じ大学を卒業したアンドレイ・マルコフとは、生涯を通じて、科学分野で交流を続けることになる。1884年、修士論文平行状態の回転流体の、楕円体形状の安定性についてが受理された。このテーマはチェビシェフによって提起されたものであったが、これはそれ以前にも、ゾロタレフやコワレフスカヤといった学生にも与えていた、テーマであった。この論文は、 1885年に天文学法で発表された。1904年にはフランス語で完全に翻訳され、ヨーロッパの数学者、物理学者、天文学者の関心を集めることとなった。1895年にリャプノフは私、講師となったが、ハリコフ大学で力学の講座を担当してほしいとの申し出があり、その年に赴く。ハリコフにおける、 題材の最初の頃について、リャプノフは、自伝の中で、次のように述べている。ここで最初は、リャプノフの研究活動は切り詰められた。講座過程を苦心して作成し、学生のための講義走行をまとめることが必要であり、多くの時間が費やされた。彼の学生で、共同研究者でもあるウラジーミル・ステクロフは、彼の最初の講義を次のように改装している。年齢が学生らと、 ほとんど変わらない、顔立ちの整った若者が、聴衆の前に現れた。そこには、老学部長で全学生から尊敬されていた、レバコフスキー教授もいた。学部長が去ると、揺れる声で、力学系の講義でなく、質点の動力学の講義を始めた。この科目は学生たちにとって、ドラリュ教授の講義によって、基地のものであった。しかし、 リャプノフが我々に教えたものは初めて聞くものであり、このような題材はいかなる教科書にも見たことがないものであった。講義への反目はあっという間に吹き飛んだ。あの日以来学生たちは特別な敬意を払うようになった。1892年、博士論文運動の安定性の一般問題が受理された。論文はモスクワ大学で、 ニコライジ・ジコーフスキーと VB ・モゼレフスキーによって審査され、1892年9月12日に受理された。この博士論文は修士論文と同様にフランス語に翻訳された。翌年、リャプノフはハリコフ大学の正教授に就任した。科学アカデミーの正会員と大学の応用数学部門の常任教授に選出された後、1902年にリャプノフは サンクトペテルブルクに戻った。大学のこの職位は彼の死であったチェビシェフの死後、空いたままになっていた。教育活動の義務を負わないため、この職でリャプノフは研究に専念することができた。特に彼自身の研究活動を始める端緒であったチェビシェフの問題に解決をもたらすことができた。1908年には、 ローマでの第4回国際数学者会議に参加している。また、レオンハルトオイラーの論文先週の観光作業に加わり18巻と19巻の編社になっている。1917年6月末、妻を連れてオデッサにいる兄弟のところへ向かった。妻は結核を患っており、医者の指示に従って引っ越したのだった。 1918年10月31日に妻が亡くなると、その日にリャプノフは自分の頭をピストルで撃ち抜き、その3日後に死亡した。その時までに彼は白内障を患っており、失明が進行中だった。アレクサンドル・リャプノフ・リャプノフは、微分方程式、ポテンシャル論、力学系、確率論を含む複数分野に貢献した。彼の主な関心事は、 平行の安定性と機械系の運動、及び重力影響下での粒子の研究だった。数理物理学分野における彼の業績は、ラプラス方程式の境界値問題に関するものとされている。ポテンシャル論では、1897年以降の著作、ディリクレの問題に関連するいくつかの疑念が、理論のいくつかの重要な側面を明らかにした。この分野における彼の業績は、 ステクルフの研究と密接に関係したものである。リャプノフは多くの重要な近似法を生み出した。1899年に生み出した彼の手法は、常微分方程式の集合の安定性を定義づけ可能にした。彼は力学系の安定性に関する現代理論を構築した。確率論においては、チェビシェフとマルコフの研究を一般化し、彼らより 一般的な条件下での中心極限定理を証明した。彼が証明のために使った特性関数の手法はその後の確率論で広く使用されている。リャプノフは一人で研究することを好み、主に連絡を取るのは同僚や近親者の数名だけだった。彼の研究は普段だと夜遅くに4から5時間で、時には徹夜で研究することもあり、 劇場やコンサートに足を運ぶのは年に一回程度だった。彼は多くの学生を受け持っていた。彼は様々な大学の名誉会員であり、ローマのアカデミー名誉会員かつパリの科学アカデミーの客員だった。リャプノフの影響は多大で、彼にちなんで名付けられた数学的概念が多数ある。ありがとうございます。